一文字一文字に漢字を当てはめて音で表現していた時代っていうのがあるんです。まあ、万葉仮名っていうふうに言いますね。で、万葉仮名で恋っていうのはどかかご存知ではないと思いますが、万葉仮名で恋、今恋って言ったらもう下に心つく恋が考えますよね。で、恋で音を当てはめるんです。まあ、いろんな当てはめ方があるのでいろんなパターンがあるんですけど、恋っていうのはですね、孤独の子一人を悲しむと書きます、恋。うん、だからなんかこう一人でいて物悲しい気持ちになる、一人でいる時に誰かのことを考えて切なくなるという意味では、ただ音を当てはめただけじゃなくて結構昔の人やるじゃんみたいな感じがするんですけど、で恋っていうふうに書いてました。なので恋が終わるっていうととても悲しいことっていうふうに私たちは思うんですけど、実は昔のその万葉の奈良のね人たちにしてみると、恋が終わるっていうのは逆に悪いことではない、一人で悲しまなくてもいい、うん、誰かと一緒に思いを共有することができるようになることも恋の終わり。Oh.